ボックスボーはアメリカ合衆国のサラブレッドの競争馬、シュボバ。2013年のプリークネスステークスを制した。場名は英語で U 字型をした牛の首利きを意味する。2010年3月26日にケンタッキー州ミッドウェイにあるバールソンファームにて誕生したサラブレッドの大馬で起業家のリチャード・サンタリが所有するコルツネックステーブルの生産者名義で配合。 生産されたものであった。オックスボーは2011年にキーンランドのイヤリングセールに出品され、そこで仲介エージェントのエディ・ケインに25万ドルで落札され、ブラッド・モーリス・ケリーの持つ牧場、ブルーグラス・ホールへと引き渡された。ケリーは、ケンタッキー州レキシントンに200エーカーのブルーグラス・ホールを持つほか、300エーカーのハリケーン・ヒル・ファームという牧場も所有していた。 2012年、ケリーは、かつての名門牧場であったカルメットファームの敷地を、当時管理していた、カルメットインベストメントグループより借り受け、2013年、初頭にブルーグラスホールの本部及び管理場200頭を、カルメットファームに移動させた。オックスボーも、競争生活の後半に、カルメットファーム名義で競争するようになるが、当時のカルメットファームが使用していた勝負服はすでに、 権利が売り払われていたため、勝負服は以後も、ケリーの黒地に金模様のものが使われた。アメリカジョッキークラブの登録上では、オックスボーの毛色は、ベイとして登録されているが、その体にはまばらに白い毛が見えており、金ランドセールにおける出品情報には、グレー・オーア・ル・ローンと表記されていた。ウェイン・ルーカス長教師に預けられたオックスボーは、 2012年8月3日のサラトガ競馬場で行われた未勝利戦で初の競争を迎えた。7等立てで行われた同競争でジュニアアルバラード騎手を背にしたオックスボーは単勝オッズで最低人気の23.40倍であった。スタートすると6番手につけて走っていたが最初のコーナーで競争を中止馬運車で運ばれていった。10月に復帰すると 再び未勝利戦に登録され、スタートから先頭に立つ競馬を続けていったが、4着3着と勝ちあぐねていた。未勝利を脱したのは4戦目、11月25日のチャーチルダウンズ競馬場で行われた未勝利戦でのことであった。この競争で、単勝一番人気の2.7倍に支持されていたオクスボーは、11頭立ての10番枠ながら、果敢に先頭を奪い取ると、 そのまま一馬身半ほど離しながら、ずっと先手を譲らず、最終コーナーから後続を引き離して、ゴール、二着馬ルッキングクールに四馬身三、四差をつけての初勝利を手にした。初勝利から間もなく、オックス棒はカリフォルニアに送られ、12月15日に行われるキャッシュコールフューチュリティに登録された。この競争で、オックス棒は11頭立ての大外枠を引いてしまい、 先行するも常に大外を回らされ続けて、余力を欠いて失速。しかし優勝馬バイオレンスからキ馬ーンほど離された4着に終わった。3歳諸島から始まるケンタッキーダービーへ向けてのプレップレース路線において、オックスボウはまず、ルーカスの拠点であるアーカンソー州のオークローンパーク競馬場へと移された。そして、オックスボウが年内初戦として登録されたのは一月十九日の フェアグラウンズ競馬場で行われた、ルコントステークスであった。大外を回らされ続けた前走までと打って変わって、同競争では4番枠から発送できたオクスボウは、KK と先頭に立つと後続に1馬身半ほどの間隔を空けて進み、最後の直線で無知を打たれると、さらに差を広げ、2着馬、ゴールデンソウルに11馬身半もの大座をつけて、勝利した。 5週間後の2月23日、同じくフェアグラウンズ競馬場で行われたリズンスターステークスに、オックスボーは出走2番人気に支持されるが、再び不利な外枠を引き当ててしまった。スタートから先行し、最初のコーナーを馬後頭部の外を回らされるものの、その後バックストレッチでは先頭に立って走っていた。そして、 最終コーナーを回った時点で、まだ先頭に立っていたが、ここで、後続馬の追い上げに屈してゴール、大穴のアイブストラックアナーブが優勝し、オクスボウはカチウマから、ハンバ審査で4着に終わった。3月16日のレベルステークスでも、オクスボウは、またもや10番枠を引き当てしまった。当日は不良馬場で行われ、このための前走道競馬場のサウスウェストステークスを、 同じく不良馬場の中11馬審査をつけて圧勝してきたスーパーナインティナインに人気が集中し、オックスボウはそれに次ぐ2番人気だった。オックスボウはこのスーパーナインティナインだと終始、先行争いを演じ、最終コーナーでは先頭に立ったものの、最後の直線で同級者のウィルテイクチャージに頭さ抜かれて2着に敗れている。ルコントステイクス前後の1月頃、ルーカスは、 クラシック路線におけるオックスボウの乗り役として、当時現役を退いて7年が経過していた、ゲイリー・スティーブンスに打診していた。そして4月13日に迎えた、アーカンソーダービーでは、オックスボウの安状として、スティーブンスを迎えての初の競争となり、以後オックスボウの引退までスティーブンスが乗り役を務めた。またしても10番枠を引いたこともあり、レースではスタートから後手を踏まされ、 終始後方から抜け出せないまま、勝ち馬をオーバーアナライズから5馬身1、4離された5着に敗れた。プリークネスステークス決勝戦でのオックスボー5月4日、この年のケンタッキーダービーは不良馬場の中行われた。この競争では、本来一番枠だった、ブラックオニキスという馬が直前で出走を取り消し、その影響で、オックスボーは最内一番枠から幸運に恵まれたが、 スタート直後に、隣のレボリューショナリーにぶつかり交代、花を奪うことに失敗した。先頭に立ったのは、ブルーグラスステークスに着馬のパレスマリスで、ついでサンターニタダービーカチウマのゴールデンセンツが2番手につけた形で、最初のコーナーが過ぎ、オックスボウは、バックストレッチに入ってから順位を上げていった。パレスマリスが力尽きて失速すると、今度は、 ノルマンディ・インベーションが先頭に立ち、オックスボウは2番手で、第3コーナーに差し掛かった。最終コーナーから、後続集団が猛追をかけると、オックスボウは4頭の馬にかわされて6着で、ゴール、優勝したオーブから9馬身以上離されての、完敗であった。オックスボウは続く2巻目のプリークネスステークスにも、登録され、ピムリコ入りしたルーカスは、スティーブンスとオックスボウについて、 彼と一緒にやるのは宿命みたいなものだし、運も上向いてきたし、彼も馬のことを理解してくれたみたいだと語り自信を覗かせていた。当日の馬券人気は2巻目のかかったオーブに集中し、一方で、オクスボーは9等中、ブービー人気の16.40倍であった。発想のベルともに6番枠から飛び出したオクスボーは、 直後に隣7番にいたウィルテイクチャージと接触するが、すぐに体勢を立て直し、メッシュの先頭だったゴールデン,センツから花を奪うことに成功した。独走するオクス棒に競りかけてくる馬はなく、最初の2ハロンが23秒94、4ハロンが48秒60と、そのペースはスローであった。その様子に安城のスティーブンスが、何が起きているからかわれているのか ともらすくらいで、レース後にはスティーブンスが、1マイルのところまで犬が歩くようなペースだったと語るほどであった。6番手に控えていたオーブも、オックス棒が6波論を過ぎたあたりで動き出したものの、壁に阻まれて立ち往生していた。1マイルの標識が過ぎると、外側4番手に控えていた、It's m ラッキーデ y が、最終コーナーから2番手にまで前進し、最後の直線で後方から追い上げてきた。 マイリュートととも、オックスボウに迫るが、オックスボウはそのまま逃げ切りに成功。It's my lucky day に一馬身三、四差をつけて、栄冠を手にした。勝ちタイムは1分57秒54。上京史のルーカスとしては、プリークネスステークス優勝最多大記録となる6勝目。安城のスティーブンスは、プリークネスステークス3勝目。馬シのカルメットファームとしては1968年の、 フォワードパス以来の優勝であった。ルーカスは、オクスボウをベルモントステークスに登録し、同じく最後の一冠を狙いに来たオーブと、再び対戦する運びとなった。6月8日当日の直前オッズで人気を集めて、板のオーブで単勝3.20倍、オクスボウは4番人気で11.10倍であった。スタートから先行集団につけたオクスボウは、 同じく先段のフラッグダディとフリーダムチャイルドの2頭と激しく先頭を争い最初のコーナーを回ってバックストレッチに入ったところでオクスボウが先頭に立ったバックストレッチから第3コーナーに向かうところで競っていた2頭が失速していく一方で4番手に控えていたパレスマリスが外側から追い上げを返しオクスボウはコーナーの途中で抜かれてしまう そこに後方に控えていたオーブが追い込みをかけてきて、最後の直線ではこのオーブの猛追を抑えながらも、パレスマリスに3馬身1、4差で届かず2着に敗れた。クラシック終了後、オックスボーアナツ競馬の初戦として7月28日の、ハスケルインビテーショナルステークスに登録された。当日は、ペガサスステークスを9馬審査で圧勝してきたベラザノが一番人気で、 オクスボウはそれに次ぐに2番人気単賞4.00倍であった。レースではスタートから先頭に立ち、そこにベラザノとパワーブローカーが張り付いて道中を進んでいた。バックストレッチの後半でベラザノが動き出すと安城のスティーブンスも合図を送るが、後に今までの彼と同じではなかったと語るほどオクスボウは反応鈍く、そのままベラザノと パワーブローカーが通り過ぎていくのを見送ってしまう。最後には、後続集団にも追いつかれ、ベラザノの圧勝から遠く15馬身3、4差離れた4着に、敗れた。競争後、施設に異常があるとして、X 線撮影が行われたが、骨に異常はなく、念座と診断された。その後続く8月24日のトラバーズステークスに登録される予定であったが、8月16日に、 再び施設に異常を生じ、これによりそのまま引退することに決まった。オックスボーは、種ボバイリシャ年度の2014年には、カルメットファーム参加のテーラーメイドスタリオンに、つなぎようされ、翌年2015年から、カルメットファーム本場に移された。オックスボーのつなぎようは、カルメットファームに、ティムタム以来となる、久々のプリークネスステークス優勝場を迎える、出来事でもあった。 初年度の種付け量は2万ドルと設定されていた。2017年からサン区がデビューしたものの、グレードレースの勝ち馬は2018年のガルフストリームパークオークスを制したコーチロックス、2018年のテンプテッドステークスに勝ったオクシーレディだけと期待を裏切る結果となり、2020年の種付け量は1万ドルと半額にまで減額された。母ティズアメージングは、 未出走馬で、後日するティズナウラの全員に当たる。オクスボー以外の3区には、2011年の、アリダーステークスカチウマのオーサムパトリオットがいる。ハハハハシーズソングは18戦1勝2着8回、獲得賞金82,225ドルの戦績を、残した馬である。繁殖成績が顕著で、シュボバ、シーズティズイとの間に生まれた、ブリーダーズカップ。 クラシック連覇のティズナウが代表3区である。シーズ・ティズ・イートの配合で生まれた3区は活躍場が多く、ティズナウの他にも、サンアントニオ・ハンディキャップなどで17勝を挙げた、バドロワイヤル、カリフォルニアカップクラシック優勝場のティズ・バド、ソレント・ステークス優勝場のティズ・ドバイなどがいる。ありがとうございます。